里崎チャンネル。おじょ。こんにちは。佐藤さん、今日、はい、解説者みたいな格好してますね。はい、今日ちょっとこの後、仕事があるって、はい、あ、そうですすごいバッチ可愛い。今日はポンドシャツじゃないです。そう、夏も着てるんですけどね、はい、いいんです。はい、ということで今日はクラウド戦略ということで、はい、じゃあ今シーズン、優勝チームは最後にするから、はい、じゃあまだやってないところで言うと、じゃあ阪神とソフトバンクって。そうですね、はい、はい、じゃあまずソフトバンクから。はい、そうっすね。どうですか、穴ありますか。やっぱ先発苦しいですね。あ、やっぱちょっとここ最近6枚揃い兼ねてるのと、はい、うん、なかなか、まあ、怪我人も多いと、あと外国人問題があって、はい、こうモイネロとグラシアル、デスパイネは多分絶対入ってくるって考えたら、はい、先発外国人1人しか使えないんで、だから今年もバンデンハーグがね、序盤あの怪我もあったりしながら終盤を犯しましたけど、うん、まあ、ミランダとバンデンハーグを両立するとしたら10日に1回抹消ずつで投げないといけないから、うん、そう考えてもやっぱ先発ピッチャーいると思うんですよね、はい、で今年またね、ちょっと武田とかが状態悪かったんで、そういった面も含めてやっぱピッチャーいりますね。そうです、まあ、どこのチームもピッチャーいりますけど、まあ、ピッチャーは正直、はい、ピッチャーはいて困んないんですよ。そうですよね、はい、12球団、はい、でももう一つはあれがあって、うん、はい、どうせピッチャーって毎年出てくるんですよ、はい、いいのが。ああ、若手とかから上がってくるってことですか。よくなんかね、はい、あの10年に1人とか、はい、30年に1人とか50年に1人とかって言うでしょ、うん、あれ全部嘘としてました。え、どういうことですか。何が嘘なんですか。で10年に1人の逸材とかって言うじゃないですか、はい、今年ももしね、佐々木君とか大川君とか、はい、10年に1人のとかで言うじゃないですか、うんうん、10年に1人だったら、はい、大谷よりも上ってことですからね。確かに。いや、でも大谷選手は100年に一度の逸材かもしれないですよね。100年って言ったら、もう稲尾さんとか入ってますからね。稲尾さん超えますかみたいな。そうですね、はい、もしくは20年に1人ってなったら、うん、松坂、ダルビッシュ、マエケン、マー君入ってきますからね。そうです、ね、それより超えますかっていう。確かに、そうしたらまあ2年に1人の逸材ぐらいかもしれないですね。正しい、僕はね、思ってるんですよ、はい、2、3年に1人っす。そうなんです。本当です。もう、だって、2、3年って考えたら、はい、確かにありそうって思うんですけど、確かに毎年はそこまで大物っていないかなみたいな。ないけど、まあ、2、3年にはあるよね。だからね、10年に1人とかで、はい、あの、もう嘘ですよ、100%。よくあるんですよ、はい、僕の地元とかでも、はい、あの、いや、里崎よりうまいよとか、うん、大谷より上だよとか言うんですか、はい、そうやって言われて、はい、本当に上のやつ見たことないですよ。だから、はい、やっぱね、2、3年に1人っていうことを考えても、はい、やっぱりホークスはやっぱピッチャーやっぱいると思うんですよ、はい、でも野手もちょっと松田もそうですし、うん、ちょっと年齢上がってきてるんで、そうですね、まあね、いくら育成とか若手にいいのがいるって言っても、うん、もうそろそろ大幅なシフトチェンジを、うん、この世代交代の波に飲まれる可能性があるんで、はいはい、まあ、野手もいりますけど、もう最近のホークス、うん、優勝至上命題みたいになってるじゃないですか。そうですね、だからなんかジャイアンツ化してますよね、はい、優勝以外許されないみたいなね。いや、もう本当に必ず勝って当たり前みたいな、はい、扱いをされてますね。2位ダメやなみたいなね、はい、感じじゃないですか。でも2位になってもそっから巻き返してるか、あの力ってすごいですよね。そうですね、ほんと。だからまあでもピッチャーですね、キャッチャーはいらないんですよ、はい、まあ、甲斐もいますし、うん、まあ、ベテラン高谷もいますし、はい、あと久喜っていうね、はい、あの若手もいるんで、うん、そういったところで考えるとキャッチャーは大丈夫ですね。野手で言ったらどうですか、内野外野で見ると。だからやっぱあのファーストサードが、うん、薄いですよね。だからマッチとウッチもね、はい、もうちょっと年上がってきてますし、まあ、確かにもう結構なベテランですね、はい、あと中村晃がファースト守ったとしてもね、はい、っていうのもあるんで、うん、やっぱ三塁ファースト欲しいですね。三塁ファースト、はい、じゃあそのあたり内野を結構取っていく可能性はドラフトであると。うん、でもやっぱり1位ピッチャーいいの取れたら2位野手でもいいかもわかんないですね。うん、まあ、あとはね、はい、戦略的に、はい、持ってるんで足りないところは取ってくるみたいな。そうでもホークスのベストランやったじゃないですか、はい、結構生え抜きでしょ。いや、それはあの、まる、そうですね、本当すごいですね。それだから何気に、ね、確かにお金も使ってて、はい、FA 取ってきますけど、うん、何気に生え抜きもしっかり今でもマッチとかね、うん、今宮、うん、で柳田、千賀、甲斐、
もそうですし、中村明、長谷川ほとんどそうですよ。ほぼそうですよね、うん、だから何気にお金も使ってるんですけど、うん、何気に生え抜きでしっかり育ってるっていうところを考えると、うん、まあ、そろそろ野手取ってね、はい、ちょっとこうホームランバッター育ったいなっていうところはありますけど、ね、まあ、でもまあ1位はピッチャー取った方がいいですよね、はい、思い切ってね、はい、じゃあホークスはそういうことで、そうですね、だから1位、はい、まあ、森下一輝でもいかがないですよ、へ、すぐ使えるから、ああもう即戦力として、はい、僕が佐々木もすぐ使えるかもわかんないですけど、まあ、わかんないんで、うん、森下取ってすぐはめて込んでいって、はい、去年も甲斐野取って、まあね、今年1年間まあね、こうありましたけど、はい、1年間本当に頑張ったのはすごい大したもんなんですよ、体力維持しながら、だからそう考えると森下ですね、へえ、じゃあ次阪神ですね、はい、やっぱ野手いりますよね、野手、はい、はい、まあね、近本選手取って、うん、まあ今年ね、今ねブレイクしてますからね、大活躍ですけど、内野陣も欲しいですよね、北条木浪とか、うん、あの同じようなちょっとこじんまり背がちっちゃくてっていう感じなんで、はい、グッとね、大山がもっと育てばいいですけど、うん、もう ライバルぐらいバシッとはめ込みたいですね、はい、内野そうですね、うん、まあ、ピッチャーはいるに越したことないんですけど、はい、あと行くんじゃないですか、履正社の井上君行くんじゃないですか、 でもバッター行きますか、うん、バッター、僕はバッター取った、ピッチャーは先の言ったように、はいはい、どうせ来年もいるんで、まあそうですよね、必ずいい人はいるんですよね、絶対いるんですよ、いた方がいいですけど、うん、僕は野手取ってもいいんじゃないのかなっていう、野手で言ったら、じゃあポジションで言ったらどの辺ですか、まあ、エラーが多いんでね、うん、どこも欲しいですねセンターだけいらない、センターだけいらない、はいはい、でしかも福留もね、はい、もう伊藤もまあ手術しましたし、うん、福留ももうね、なかなかフルシーズンは無理なんで、はい、やっぱりもっともうちょっと外野をリフレッシュ、ね、しなきゃいけないし、うん、内野ももうちょっとバシッとはまらなきゃいけないんで、はい、あとキャッチャーも欲しいですね、キャッチャーも、梅ちゃん一人に頼るとこあるんで、うん、もう思い切って原口をもうコンバートするのもありですよね、はい、もうここまで来たらね、はい、で梅野と、まあ、もう一人の次の来る、万が一梅野が怪我した時にバタバタするんで、はい、うん、高校生ぐらいのキャッチャー取って次育ててもいいですし、あーなるほど、うん、キャッチャーと、だからね、12球団ね、はい、どうせどこもピッチャーいるんですよ、はい、でもここをどうせ来年もあるから思い切ってっていう野手が欲しいやつがいるかどうかですね、いたらもうね、うん、そこ勇気持ってゴーですよ、はい、いやでもピッチャーって必ず大体その1位の人ってくじ引かないといけないじゃないですか、はい、くじを毎年外す可能性もあるじゃないですか、そうそう、当たればいいですけどね、はい、外す可能性でも、まあそこを勝負していって当てたらでかいですよね、そうですね、はい、でも当たったからって言ってそいつが活躍するかどうかは全く分かんないですよ、いるでしょ、はい、1位がね、いたかなって言って辞めていく選手もいっぱいいるんで、だって里崎さん D ランクでしたもんね、そうです、 D っすよ10年後 S 逃げのドラフトですよ、逃げのドラフトが S に変わることもあるってことですからね、そうなんですよ、はい、しかもそのね、うん、僕の時のドラフト、はい、あの24人ぐらい、はい、もうバリバリになってるんですよ、24人ぐらいバリバリということで、はい、だから100人ぐらい取って、はい、だから24人、うん、あ 24% の確率、だから4人に1人がもうガツガツでレギュラーになってるんですよ、すごい、やばいぐらいの大豊作の世代ですね、もうしかも代表クラスです全員、うん、すジャイアンツ上原さん新岡でしょ、はい、で横浜は1位矢野英二っていう法政のすっごいバリバリのを取ったんですけど、はい、あんまり活躍できなくても下位に金城立つ人いるんですよ、うん、中日なんてね、はい、福留岩瀬さんですよ、うん、で下位に秀則ですよ、はい、で阪神はね藤川球児、下位に福原、ジャイアンツは東で下位に新井貴弘、はい、やばいでしょ、いやすごい名前がありますね、うん、日本ハムね、はい、1位実松、2位立山さんですよ、下位に森本一人ですよ、しかも結構長く本当に活躍されたバリバリでしょ、すごい、ねえ、はい、何気に、はい、それは逃げのドラフト言われますよ、ね、小林里崎誰やねんみたいなね、でえもうパンも乗ってへんぞみたいな、乗ってたとしても超遅刻っていう可能性もあるんで、はい、いやだから今回のドラフトも、まあ、そうやっていい選いいなと思う選手を取っていって、それが外れだって言われても後々 S になる可能性もあるそうです、ね、そうです、だからね、うん、このドラフトが終わったら、はい、今度ねオフに向けてね、はい、ドラフト振り返り各球団通信部やりますおーやりますかどこのチームのドラフトがうまいのか、はいはい、ね、うん、僕がね今までね、はい、編成もスカウトも大事だよって言ってたとこは、うん、検証しましょうよ、振り返りましょうよ、面白い、YouTube でしょ、はい、いつでもできるっす、あくまで里崎さんの独断と偏見です、ね、そう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 、はい、ということで、はい、今回はホークスと
まあ、阪神ですけど、はい、あのピッチャーは毎年出ます、はい、行ける時に行ける人取った方がいいですよ、はい。